皆さんこんにちは、かすみーティーです。私は今メンハンスポーツランドに来ています。9月11、12日にメンハンスポーツランドで行われた国内最高峰のモトクロスレース、全日本モトクロス選手権近畿大会。今回はモトクロス選手権の魅力を徹底取材します。題してかすみ D が行く。これがコースです。なんとメンハンスポーツランド、今回コースのレイアウトが変わったということで、こちらもかなり注目かなと思うんですが、何が大注目かというと、なんとスポット参戦で下田譲選手が参戦することなんです。かすみ D も大興奮の下田譲選手は、海外を拠点に活躍するモトクロスライダー。果たしながら AMA スーパークロス第16戦で日本人初優勝を果たした。そんな下田選手になんと単独インタビューさせてもらえることに。はい、今私は川崎ブースに来ております。そして皆さん、もうお分かりでしたよね、下田選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、7年ぶりに帰国されたというか走られるんですかね。はい、レースするのは7年ぶりで、結構前から考えてたことなので嬉しいですね。アメリカで走られて、日本との違いってあるんですか？結構違うんですけど、自分的には同じ感覚でレースしているので、今回のレースは楽しんでいこうかなと思ってます。こうなんかモトクロスのこういうところが見どころだとかあれば教えていただきたいです。まあ、モトクロスはそのジャンプとかオンロードではないと思うので、バイクが宙に上がるのがスペシャルなところだと思うので、まあ、そこら辺を見ていただければ楽しいかなと思います。では下田選手でした。ありがとうございます。頑張ってください。次はレースを生観戦。1ヒート目スタートです。バイクって危険ですか？そうですね、でもルールを守れば安全ですよ。八重の里ドライビングスクールでは、褒める達人があなたのお悩みを解決します。だから私は八重ドラに通います。サンフラワーは就航から50年を迎えます。太陽に守られて、これからも神戸大阪から九州へ、フェリーサンフラワー。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん、車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。1ヒート目スタートです。さあ1周目、おそらくトップで帰ってくるでしょう。スタイラインの1周目です。わー、来た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 、ちょっと早すぎる、すごくない？おー、音音、土土、いや、高野選手はね、速いんですよ、速いんですけど、下田選手が速すぎます。伊藤的な速さを見せた下田選手は見事1位を獲得。その後2ヒート目がスタートすれば、下田選手はコースアウトし最下位に。しかし驚異の巻き返しを見せ逆転優勝を果たした。ヒート1ヒート2を終えた下田選手にお越し
疲れ様です。ありがとうございます。なんとピンピンということで、すごい成果を残された島です。今のお気持ちを聞かせていただけますか？シンプルに嬉しいです。あの7年ぶりに帰ってきたレースして、しかも最高クラッシュの450でピンピンっていうのはシンプルに良かったです。で、途中あの転倒もあって最後尾にもなってしまったんですか？1周目にコースアウトして最下位になってしまったんですけど、いい感じにリカバーできて優勝できたので良かったです。最後に下田選手から視聴者に素敵なプレゼントが。サイン入りシーシャツを1名様にプレゼント。応募方法は番組ホームページをご覧ください。下田選手、今日は本当にありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ギター鳴らし